柴山兼太郎は日本の美容家。日本の美顔術の始祖とされ、神奈川県横浜市で日本初の美容室を開店したとされる人物である。横浜利用会の草分けの一人とも言われる。長女は日本で初めてエステティックサロンを開業した人物とされる柴山三岡であり、柴山の習得した美顔術は三岡にも大きな影響を与えている。 肥後国熊本藩に誕生した。幼少時に神奈川の商屋の養子となり、13歳の時、東園の理髪店に勤めた。間もなくその店の規模の小ささに見切りをつけて、横浜の外国人居留地に夢を託した。横浜は日本で最初の西洋式の理髪店が開店したこともあり、当時は日本国外の客を相手にする理容師が多く存在していた。芝山は、 横浜で名を馳せる利用士の中の一人、松本貞吉に弟子入りした。松本は当時の利用士の中でも最も名声があり、カミソリの異名で呼ばれていた。そのカミソリの腕前は、後年、滑らかに削った竹のヘラで頬を撫でるようにカミソリを使い、いつの間にか客を眠らせるほどの名人上手と伝えられている。芝山は松本の元に勤め、 本格的に利用士の修行を始めた。早朝から深夜まで雑用は続き、毎晩250本ものタオルを手で洗った。陶器は辛い作業であった。芝山は激務に耐えつつ、吹け取り、カミソリの研ぎ方など、理髪の初歩的な技術を一つ一つ懸命に学んだ。深夜は密かに自分の膝を客の顔に見立てて、カミソリを練習していた。そのために、いつも、 膝から血を流していた。松本は芝山の器用さと熱心さを見込み、外国人居留地でフランス人が営む理髪店に修行に出した。芝山はこの店でドイツの造林原製のカミソリの技術を学んだ。造林原製のカミソリの切れ味は日本製を上回り、芝山はその性能に魅了された。後に芝山は外人屋敷の利用士に昇格し、 単独での客回りが可能となった。21歳の時、日清戦争で王将したが、満州での戦闘で負傷し、抗争された。その後は再び、松本の店で働いた後、22歳で独立し、1895年に、横浜市中区山下町に、利用店、日の出県を開業した。日の出県は大いに繁盛し、当時の新聞に、 横浜名物は伊勢崎町の吉野汁る子なに山下町の日の出県と記事が載るほどであった。1902年、パレストイレットサロン正面にて1897年、日本国外の客を専門とするパレストイレットサロン芝山を山下町に開業した。店には、先術のフランス人利用士から、 帰国前に譲り受けた全高3.6メートル以上の巨大な鏡を設置して、その前には大理石の豪華な前、流しを5台も設け、客たちを驚かせた。芝山のほか、ベテラン店員が5人務めており、後に北海道で女床の名で知られるシ子ドイもいた。店の理髪部に隣接して、日本国外の女性客を対象とした婦人部もあり、人気を呼んだ。 これが日本での美容室の始まりとされる。日露戦争でも戦争に参加させられたが、ここでも国外での戦争で負傷し、帰国して間もなく除退した。パレストイレットサロン店内。向かって右端が芝山、その隣が長女美代化。左端は芝山に美顔術を教えたキャンブルーと推測されている。1905年、アメリカの医師である W キャンブルーが 芝山の店を訪ね、自ら研究している、血行療法主体のマッサージ法を教え、それを学ぶことを進めた。教授量は高額であったが、芝山は日本国外の新技術に強い興味を持っていたことから、それを教わることを決心した。マンツーマンでの教育により、2日間でマッサージ法のほとんどを習得した。芝山はこの技術を広めるために、講習会を開催した。 公衆生がこの技術を何と呼ぶかと問い、芝山が英語では単にフェイシャル、正確にはキャンブルー式フェイスマッサージと答えたところ、名前が長い、難しいとの意見が多発した。公衆生の一人、後に天皇の理髪師として知られる大場秀吉が顔を美しくするとの意味で、日本語での顔美術の名を提案したところ、芝山は語呂が良くないとして、 美顔術と命名した。また他のキャンブルーのマッサージ用語も、警察法、振動法、圧迫法などと日本語訳した。1906年、それまであまり顧みられることのなかった衛生知識の普及や技術向上を目的として、理髪業界の初の組織である第二本美髪会が誕生した。芝山は大場秀吉の勧めもあって、この会に参加し、 公衆部長として日本全国を回った。苦心して学んだ技術をわずかの公衆量で教えることを咎める声もあったが、芝山は業界利益全体の発展を願い、反対の声を退ぞけて、技術も知識も出し惜しみすることはなかった。1912年、美顔術研究の成果の集大成として、実用美容術指針一命学理的化粧法を刊行した。図解は、 芸術的才能に恵まれた次男が担当した。モデルを務めた二人の女性は、後の日本ヘアデザイン協会名誉会員となる、坪内弘恵と横浜の芝山美容学校の生徒となる、吉田光恵であり、共に関西美容会を後に敬引する人物であった。実用美容術師は、美顔術研究者のバイブル、古典的名所とも言われ、 1929年までに7冊を重ねた。柴山三岡の著書、生息美顔術の基盤にもなった。関東大震災で消失した、店舗跡。向かって、左が柴山。1923年9月、関東大震災が発生した。柴山と三岡は、北海道での講習中のために難を逃れたが、横浜の家も店も跡形なく消失した。 県外の地方在住の弟子たち、受講生たちからは多くの見舞金が送られてきた。芝山はそれを復興資金として、同1923年、横浜市中区相生町に日本人を対象とした芝山利用院を再建し、山下町には日本国外の客を対象とした店を再建した。この営業再開の迅速さは、後々まで語り草となった。 一番弟子である大島館太郎は一年間無休で働くことを申し出て柴山を感激させた。柴山美容学校の開校式関東地方や横浜が次第に復興した後、柴山は愛尾町の店を門弟に一任し、中区住吉町に理容室と美容室を開業した。さらに、私宿、東洋美容学校を併設して、美容業と共に美容教育に乗り出した。 やがて震災後に洋発が流行し、生徒の増大により、学校が手狭になったため、拡充として1925年、横浜市鶴見区生麦に、芝山美容学校を開校した。これは、本格的な技術者教育を目的とし、各種学校を例に基づく認可も取った学校であった。国際利用美容専門学校の創設者である、松村茂吉も、この芝山校の生徒である。 しかしこの学校設立に対して、第二本美発会から、柴山は会の復興よりも自分の復興を優先していると批判があり、学校を美発会の東京本部へ移管するよう要請も入った。柴山は苦心の末に美発会の辞職を決断した。美発会にとって、講習会で活躍してきた柴山を書くことは大きな痛手であったが、柴山切手の門弟の一人、 後に、美容評論家となる赤間徳が、美発会で後を継ぐことで、一応の解決を見た。一方で、柴山の方では、美発会辞職後に、自分側の幹部が手薄となったため、講師要請を目的とした、師範講習会を発足した。当時は、師範という言葉が、師範学校、高等師範など、軍の学校などと同様に尊敬される立場であった、ため、 芝山が新聞に市販講習会開催の広告を出すと神奈川県庁より床屋が市販とは何事かと横槍が入る一幕もあった。1929年大日本美髪会が改編されて日本の利用の普及と発展を目的とした団体とした社団法人大日本利用協会が組織され芝山は総務長を務めた。 空前の葬列と呼ばれた芝山の葬儀道1929年11月14日、横浜の自宅で心臓発作に倒れた。駆けつけた主治医による応急手当の会もなく、56歳で急成した。東京の美容室で働いていた三岡が駆けつけた時は、モーニング型の白衣、島のズボンという仕事着姿のままで死去していた。 横浜市中区の妙高寺で葬儀が行われ、参列者や花輪の数は関東大震災後の横浜では最大の規模に上った。葬儀委員長は戦術の大場秀吉が務めた。葬列は住吉町の店から約 2km 先の妙高寺まで繋がり、先頭が寺についても後ろがまだ店にいたほどで空前の葬列とも呼ばれた。弟子の一人は後に、 あれほどのものは見たことがないし、これからもないでしょうと語った。残された芝山美容学校などは諸事情から、美岡ではなく、他の手に渡った。母妃は、少年期の死である、松本貞吉と共に、病高寺にある。芝山は、関東大震災でも、死去した視覚障害者たちの追悼会で弔辞を述べた。芝山が店に初めて、フェイシャルマッサージの看板を掲げた時は、 視覚障害者による横浜のマッサージ師団体が、請願者がマッサージの看板を出せば、我々は、飯の食い上げと言って激しく抗議した。柴山は、美容のためのマッサージであり、全身的な治療とは異なると弁明したが、聞き入れられることはなく、マッサージの資格のないことを質問された。柴山は免許取得のために、マッサージ学校に入学し、その在学中、 視覚障害者たちの教育不足を痛感した。そこで柴山は一同が自立して生活できるようにと盲学校を混流、さらに団体への寄付など長年にわたって援助を続けた。この恩義から柴山の葬儀の参列者の中には涙を浮かべる盲学校の生徒たちの一団の姿もあり、沿道で人々の注目を集めた。 芝山は弱者をいたわる人格でも知られ、千葉県に弟子を訪ねたときに、私船しかない川の不便さから橋を架けた。感謝の意味から、この橋は地元で芝山橋と呼ばれた。1918年には、病気や学業不振で通学できない子供たちのために、本目中学校を設立して、その理事長も務めた。 野球選手として活躍した、狩田久則や若林正も、同校の生徒である。第日本美発会の講習のために、日本内外を回った時にも、講習量は安価で、芝山の利益がほとんどないほどだった。関東大震災後に、多くの支援により迅速に営業再開できたことも、芝山の優れた人望を物語っている。このように温かな人格から、没後は、 ジオミン方向美玄古寺の開名が授けられた。新種の気少に富み、日本国外の技術に鈍欲であり、新たな器具や化粧品を次々に取り入れた。中には驚くほど高価な品もあり、客が仰天するほどだった。娘のミヨカは、新しいもの好きとよく笑っていた。1918年、マーセルアイロンを、いち早く輸入し、ウェーブ技術を世間に広めた。 大正10年代には自ら宿毛矯正アイロンなどの新技術を開発し、これは娘三岡にも受け継がれた。芝山美容学校でも人はいつでも一歩先を行かなければ、現状に甘んじてはいけないと唱えていた。三岡の後年の弁によれば、芝山が回せるアイロンを用いていたのは、 日本国外の客を対象とした高級美容であり、日本で一般的な美容院が回せるアイロンを導入したのは震災前後という。また芝山によれば、髪のウェーブに熱アイロンを用いることは、日本女性には抵抗が強かったため、当時は男性の髪や髭に施していたという。広島県での講習会開催時、前列向かって、左が芝山、右が長女美代か。 長男の柴山武一は、神奈川県立横浜第一中学校を主席で、卒業するほどの、明晰な頭脳の持ち主であった。父は大いに期待を寄せ、東京帝国大学へ進学させることを望んだものの、結核で肺を病んで学業を断念した。次男の柴山進守は、芸術家肌で絵の才能もあり、加えて、独学で英語とフランス語を習得していた。 父の著書、実用美容術指針一名学理的化粧法の主義や顔の図解も手掛けた。竹市と進む守るは共に父に先立って死去した。長女の柴山美代は一人娘ということもあって柴山に溺愛され兄二人に嫉妬されるほどだった。柴山の店に出入りしていたジュジュというフランス人美容師が実娘を病気で失った悲嘆のあまり ミヨカを養女に欲しいと芝山に懇願すると、芝山は、ジュジューと懇意の中にもかかわらず、さすがに、バカも休み休みへ、と激怒した。なお、ジュジューが、芝山の店で美容を指導する際、唯一知っている、日本語、よく見ておれんこしていたことから、ミヨカの本名の漢字表記、ミヨカは、よく見てを、よく見て、人に与え、己に加えると転じて命名したとの説もある。 ありがとうございます。